先輩、お話ししたいことがあって、お昼ご一緒させてもらえませんか？ありがとうございます。じゃあ屋上で。寒くなってきましたね。すみません、人前だと話しにくいことなので。先輩はまだ怪盗団を続けるんですか？最近怪盗団についていい噂を聞かないです。あれだけ応援してたくせに、先輩たちのこと何も知らないくせに、今は怪盗団を悪く言う人ばかりじゃないですか。怪盗団に入らなかった私が言うことじゃないですけど、こんな手のひら返しあんまりです。私がされたことと一緒ですよ。それでもですか、先輩は。終わってまだやることがあるんですね。まあな。けど心配すんな。我が輩率いる怪盗団が負けるなんてことは万に一つもない。わかりました。なら止めません。ただ一つだけ約束をしてもらえませんか？やるべきことが全部終わったら一緒にどこかへ出かけてほしいんです。私もです。今から楽しみにしてます。だから必ず無事でいてくださいね。あ、体さばきを教えるって約束、あれは引き続き協力しますから。明日はちょっと急ですよね。明後日とかはどうです？おい、明後日は。なんですね。まだ食べてないのに。ほら、先輩も食べないと。腹が減っては戦はできるですよ。